皆さん、こんにちは。フロマスクです。今回はスチームで発売されているハウスフリッパーの新 DLC ですね、えー。ガーデン DLC に挑戦していきたいと思います。はい、ということでこちら、ハウスフリッパー初めての有料 DLC なのかなその名の通り、お庭ですね。 お庭いじりができるようになったみたいなので、早速やってみましょう。ということで、今ですね、お仕事の依頼メール見てるんですが、こちらですね、この花マーク。これがガーデン系の依頼なのかな多少の砂利と低木が必要って書いてありますね。こんにちは。私は住宅の歯科医のオフィスで働いています。あらゆる種類の歯の症状に対処することはできますが、 庭の掘り穴や雑草は使うことはできませんこれらを取り除くために私の前提に砂利を敷いてください。また見た目を良くするために何かをそこに植えてもらえますかということなんで <laughs> やってみましょうか。お来ましたね。これであガーデンホース。 えー、あ、水やりとかできるの。外壁の汚れも落とせるみたいですね。雑草を除去する。どうすればいいんだろう。雑草の除去はこのまま。あ、手でやっていくの <laughs> なんかこう、芝刈り機的なのはないのかな。今後手に入るんだろうか。多分これ、いくつかミッションやっていかなきゃダメなんだろうな。終わった。 ここも終わった。うん。えー、ガーデン系これか。あ、すごいすごい。物がめちゃくちゃ増えてるじゃないですか。お庭に飾れるやつですよね。日本風なランタン、灯籠 <laughs>。<laughs> あ、これいいなあ。だいぶ。あ、これ結構ありますね。この鳥像とかもある。へー。 はいはいはい。水タンク。えー、池も作れるってことか。池も置けるみたいですね。<laughs> 家具もある。あー、庭用の家具もかなりありますね。あ、植物すごい数あんな。種類がすごい。本格的にガーデニングできそうですね。これは。これを敷き詰める感じ。あ、結構あんな、これも。はあ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  その他、かかしとかもある。スプリンクラーもある。<laughs> えー、建築。橋。え、日本庭園みたいなの作れそうだな。頑張れば。レクリエーション。あ、遊具もあるんですね。はいはいはい。あ、すごいな。こんなにパーツというか、アイテムが追加されるとは思わなかったな。ここら辺変わったのかな。まあいいや。 2色の砂利が2つあるこれかなえー、大きさまで変えられる <laughs> 細か<っ> <laughs> 標準で買ってみるかあーあこれだあなるほどこういう感じなんだあもうそのままこう置いてく感じですね 塗りつぶす感じだ。はい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 。あこれ、すごいな。ってことは、好きな、ほんと好きなように砂利が置けるわけですね。四角のやつまったから、四角でやると、より細かくできるな。これ、かなり自由度高いですね。はい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 。縁がちょっと難しいな。 これでいったかなあ、いったいったいった。あ、しかもなんか綺麗。<laughs> 本物みたい <laughs>。小さめのを置いてみましょうか。あ、これも一緒だ。ちょっと一応同じ色でバリエーションを変えてみよう。どれぐらい違いが出るか。体を動かしてやってた方が綺麗にできそう。 丸じゃない方がいいかな。ちょっと端がうまくできないですね。あ、終わった。細かいのもやってみるか。赤っぽい。これでいってみるか。あー、これオッケーですね。うん。あ、四角の方がきれいにいけるな。はいはいはい。あ、いいじゃないですか。全然違う感じになった。 綺麗にできた <laughs> はいおおいいですねこらへんきれいにやりたいなうんやっぱ四角でやると縁まできれいにできますねおおいいじゃないですかきれいにできたであとは低木を植えていく感じかな 針葉樹、低木、楕円形。あ、結構種類あんだな。うん、何がいいかな。まあ、これかな。円錐形、まずいってみましょうか。あ、ないこれ。種類が。あ、微妙にこう。あ、すごいすごい。同じ低木、針葉樹でもいろんな種類があんだ。細か。真ん中にドカンと入れちゃっていいのかな。はい。 これどうなのちょっと位置を。端に置いた方がいいかな。なんか変な感じ。<laughs> ま、あ、一回人の家だし。モンタナ松。サビナ。松行ってみるか。あー、でかっ。ちょっとでかいな、これ。でかっ。ちょっとでかすぎる。 えー、回すか。ああ、いいですね。回転もできるから、相当細かくいける。でかい。<laughs> やたらでかいな、まあ。いろいろこんな感じ。クリスマスツリーとかもありそうですね。まあ、適当にここら辺も置いて。でかいんだよな。でかい。<laughs> 大きさがかなりでかいですね。 こんなでかいのか。まあいいや。あとは2位で花壇なんで。花壇植物あった。えー、すごいな。これ迷っちゃいますね。ひまわりとかもある。千獣菊。これ行ってみるか。これで。 ああ、こう重ねられるんですね。あ十10個植えろってなってるや、これセンスが問われる。<laughs> ああ、なるほど。こんな感じでできるわけですね。信用堤防、これじゃないのあなんかいい押した出てきた。ああ、なるほど、なるほど。 これで、なんかシャベル出てきた <laughs>。あ、なるほど。これでできるのか。仮置きの状態だったんですね。あ、いけた。あ、これで巻く。あ <laughs>、きれいに。あ、こんな感じでいけるんだ。あ、これいいですね。 なるほど。こうして。はいはいはい。なるほどですね。ああ、想像以上にきれいにできんな。はい。植えて。土をこうして。<laughs> なんか変な感じになるけど <laughs>。なるほど。 そういうことか。街路樹的な感じにでもいけますね。庭いじりだ、本当にはい。いいですね。これで、進歩率上がるかな。 ああ、できた、できた。ああ、これで水まくのか。ああ、なるほど。<laughs> 水をまかなきゃいけないですね、最後に。色が変わった。ああ、そういうことか。あ、これで、本格的なあれが完了するんだ。ああ、なるほど。<laughs> そんな感じでやっていくるんですよね。なんとなくわかりましたね。 これで完了なんだ。ああ、終わったから、OK かな。とりあえず終わりにしましょうか。これだけ28万円もらえた。はい。あ、草刈りき,きた。はいはいはい。ああ、やっぱこれやんなきゃダメだなぜ。一通り。プラシカッター。おー、すごいすごい、すいすい。な。あ。 ああ、これでいけるのか。はは、すごいすごいすごい。一気に取れますね。庭職人だ。はい。あ、結構、簡単に行くな。もしかして、こっち側もうわ、こっちも全部だ。あ、でも、結構なんか、もふもふな感じに仕上がって、綺麗だな。 これで全部雑草を買っていきましょう。芝刈り OK かなあとは、低木を回収系かなあ、これは普通にこれでやるんですね。<laughs> これは、あ、こんな風に置かれる。これはもう普通に売っていく感じなんだ。 それは不動とか、はいロール芝あ,あ来きたこれかショーだとどんぐらいなんまず普通のやついってみるかあーなるほどはいはいはい、はい、これ全部に敷き詰めてみるかイでもよかったか えー、小さいとこはうまくいかない。そもそもどうなんのこれ。ああ、なるほど。<laughs> すごいすごい。くるくる回ってく。ああ、これいいですね。こんな感じで芝生も作れるんですね。人工的に。はい。なるほど。あ、きれいにできんな。想像以上にきれいにできる。はい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 。 なるほどはいこれはそのまま上塗りする感じかああいいですねこれで全部敷き詰めてただ最後のところはどうすればいいんだろうもう一回やればいいのかあと端がちょっと残っちゃうなそれもやり直せばいいのかこういうことかああこれで綺麗にできんな 若干はみ出ちゃったけど <laughs>。ああ、いいじゃないちょっとはみ出るなら気になるけど、まあ、いい感じか。これで、台。ああ、ちょうど、微妙な感じだな。台でこんぐらいなんだ。こ <laughs> れで、章は あウちっちゃいなウ <laughs> はほんと隙間を埋める系ですねはいこうしてああこれで全部終わりあ行いけましたね芝生こんな感じでできるのいいなよしはい 14万円もらえた。はい